柳瀬二郎は日本の実業家。以下は14位。君党は君に党。柳瀬自動車株式会社社長、株式会社柳瀬社長、日本経営者団体連盟上任理事などを歴任した。東京府出身の実業家である。父親柳瀬長太郎が設立した柳瀬グループの経営を引き継ぎ、自動車輸入の採用的業に発展させた。 アメリカ社の販売に寄与したとして、2004年に、日本人としては、ホンダ総一郎やトヨタ二らに続く5人目となる、米国自動車伝道入りを果たした。自動車を切るなど、著書多数。1916年生まれ、東京府出身である。1923年に、関東大震災が発生し、父の郷里である、群馬県薄い郡という岡村に避難した。後に、 高地町小学校、慶応義塾幼稚舎、慶応義塾普通部にて学ぶ。1939年、慶応義塾大学経済学部を卒業し、柳瀬自動車に入社した。1941年には取締役として、名を連ねた。なお、この年に、柳瀬自動車は、柳瀬自動車工業に、称号を変更している。1945年、再び、 柳瀬自動車に称号を変更した。同年、社長に就任した。なお、それまで社長として会社を率いてきた柳瀬長太郎は会長に退いた。1970年には柳瀬に称号を変更しているが、次郎は引き続き社長を務めた。1985年、稲山隆秀に社長の座を譲り、次郎は会長に就任した。しかし、 1987年になると、社長を務めていた稲山が副会長に退くことになり、次郎が会長のまま社長も同時に兼務することになった。1997年、稲山が再び社長に就任することになり、次郎は会長のみ務めることになった。2004年には、米国の自動車電動入りを果たした。2008年3月13日、廃炎のため、 東京都港区の東京事件会議課大学附属病院で死去91歳没。打2004年に日本人としてはホンダ総一郎やトヨタ二らに続き5人目となる米国自動車殿堂入りを果たした。殿堂入りの祝賀会では私はかつて吉田茂沖菜にお目にかかり地下資源に恵まれない日本が繁栄するにはまず自分の国を愛する。 愛国心を失ってはいけない。それには、世界諸国の理解を深め、仲良くお付き合いする、国際心がなければならない、ということを学んだ。戦後、日本経済の復興のために輸出が奨励され、輸出が愛国心であるなら、輸入は、国際心であることを学び、一生懸命に仕事に努力した、とスピーチした。柳瀬家について、次郎によれば、柳瀬家の先祖は、 甲州武田家の維新だった。武田勢が戦いに敗れた時、群馬県まで逃げ高崎の一歩手前の豊岡村に土着した。二十数代、代々農業、精米、料理などを家業としていた。父が私を叱る時に、お前は武田勝頼一家だ。お前の顔など見たくないと怒鳴ったという。また、母について、二郎によると、母ちゃんは群馬県田野群。 田子村大半地で生まれた。母の祖父は、群馬県で一番のタバコの栽培業者で、いわゆる、吉井の大人だった。黒沢家は、相場の失敗、浪費によって、身の代を失い母は上京し浅草の風立、第一女学校に通い卒業後父と結婚次難を、女王を設けたという。また、次郎の妻は、明治政府外交官、津田湖郎の長女であった。次郎の長女は、 元経団連会長、稲山義弘三男、稲山高秀の妻となった。次郎の次女は、元鹿島建設会長、鹿島森之助長男、小一の妻となった。なお、柿以外にも、経類演者が多数存在するが、ここでは、次郎の親族に該当する著名人のみを列挙した。ありがとうございます。